つい先ほど札幌市中央区の地下鉄大通駅の構内でナタを持った男が暴れ取り押さえられたということです、えー、ご覧の映像は視聴者提供の映像です、えー、見てわかるように辺りには酒の瓶のようなものが散乱しているのがわかりますね繰り返します先ほど札幌市中央区の地下鉄大通駅構内で ナタを持った男が暴れ取り押さえられたということです辺りには酒の瓶のようなものが散乱しているのが映像からも分かります警察で詳しい状況を調べています速報でした